こんにちは、こんばんは、おはようございます。福地のなやへようこそ。忘れられないの、忘れられない、あの人が好きよ、あの人が好き、青いシャツ着てさ、海を見てたの、見てたの、恋は私の恋は。ということで、ピンキーピンキーピンキーちょうだいのピンキーとキラーズのピンキーでーす。で、例によって例のごとく、西洋占星術の12月4日、伊手座の新月から12月19日双子座の満月までの占星術空模様を見ようと思っていたんですが、この12月4日っていうのが、皆既日食なんですね。日食っていうのは大体半年に1回くらいあるんですけれども、皆既日食っていうのは何年かに1回しかないんですね。で、もう本当、この期間は、大どんでん返しのチャンスで、この大どんでん返しのチャンスは、日食の周期っていうのが大体半年あるので、12月に、大どんでん返しが2022年の上半期にあるなって思っとくだけで大丈夫です。12月中に大どんでん返しがないといけないというわけじゃなくて、2022年前半に大どんでん返しがあるなって思っとくだけで大丈夫です。で、どのような大どんでん返しがあるかっていうのはホロスコープを見ながらやっていきますね。はい。では、画面の共有。ホロスコープ。ということで、こちらが、2021年12月4日の、これ邪魔12月4日の、伊手座の新月のホロスコープでーす。で、ここら辺で起こるんですよね。で、ここであれなのが、この真反対にドラゴンヘッドがあるでしょ？ってことは、ここにドラゴンテールが太陽に重なってるのね。そうすると、日食が起きるんです。まあ大体日食と月食ってどっちが先かになるんだけど、日食の後月食があったり、月食の後日食があったり、まあドラゴンテールとドラゴンヘッドがこの辺りを通過してるっていうことなんですよね。新月や、満月の辺りの近くにいるということで、で、ここが、もうほぼほぼ、このあるところが、DC が、これ、17度でしょ？ 17 度、17度、MC は26度なのか。っていうことは、これで、でもこれ、日食がさ、すごい近くにあるじゃん。太陽と月が伊手座の、12度にある、あ、22度にあるんだよね。22度にあって。で、これはどういうことかっていうと、DC で日食が起きたと見ることもできるし、DC で日食が起きたと見ることができるんですよ。でも、正確に見ると6室だけど、7室でもあるということで、この AC、福地犬占星術では AC が自分、で、IC が家庭、MC が、社会、DC がパートナーとして見ると、今回は、まあ、自分がどうだとか、家庭がどうだとか関係なくて、パートナーと社会、だけが問題になってくるのね。で、このですよ。皆既日食のパワーすっごいでっかいから、このでっかいパワーを大どんでん返しのチャンスに使えるといいんです。で、さっきも言ったように、この日食月食の周期は半年あるから、12月中になんとかしなくてもいいんですよ。半年の間になんとかすればいいんですね。
で、私は、現代占星術じゃなくて、英国式古典占星術を勉強したので、日食月食は見るもんじゃないって言われてて、日食があると、クーデターのような民衆の変化、日食があると天変地異が起きるって言われてたんですけど、今回この皆既日食が起きるっていうのが南極なんですね。南極ほぼほぼ人が住んでないので、地震とか、起きても大丈夫かなっていう形で、今回は日食に関する天変地異っていうのは南極でちょっとあったとしても人類にはあまり関係ないかもしれないですよね。うん。なのでいい感じです。さらに今回は青い三角定規がここにもあるし、ここにもあるし、ここあるか、あるか。で、これを簡単に見させていただくと、これ一定座なんですね。一定座の皆既日食、一定座の新月、太陽と月がコンジャクションしてるからね。で、DC と見ることもできるし、六室と見ることもできるし、七室もできる。で、この大どんでん返しに必要なことは、仕事を変える、もしくはパートナーを変えるということなんです。仕事を変える、パートナーを変える。どちらかです。で、パートナーっていうのは恋人じゃなくてもいいですよ。仕事のパートナーでもいい。ビジネスパートナーでもいいし、他のパートナーでもいいです。で、間違ってもこれだけはしないでくださいっていうのは、大どんでん返しのチャンスで仕事辞めた方がいいっていうから辞めちゃいましたっていうのはやめてください。この12月から2020年上半期に関して仕事を辞める、もしくはパートナーを変えることによって大どんでん返しのチャンスがありますが、それは辞めたいから辞めるとかじゃなくて、自然と辞めるような状況になったとか、自然と新しいパートナーが現れた。で、ここの日食にはドラゴンテールが被っているので、ドラゴンテールっていうのはもう過去世の縁とか腐れ縁なんですよ。で、今までやってきた仕事っていうのは過去世からやってきたもので、なあなあでできてたもの。もしくは今のパートナーっていうのは、過去世も一緒になって今世では一緒ではなくてもいいのになんかくっついちゃった人だったりするんですよ。で、間違っても、大どんでん返しのためにパートナーと別れろって言われたとか、大どんでん返しのために仕事を辞めろって言われたとかは思わないでください。仕事が変わる、もしくは、パートナーが変わる人には大どんでん返しが来ますが、無理にしなくてもいいです。そういう流れが来た、だから、今月12月に、仕事もしくはパートナーが来年の上半期に変われば大どんでん返しが来ると思っといてください。そしたら、例えばさ、今日見た人は今日だよね。今日、仕事が変わると大どんでん返しがあるっていう動画を見ときました。で、来年の4月頃、まだ上半期ですよね。3月か。3月頃に、なんかいきなり会社で、地方に飛ばされたり、リストラされちゃった。いや、これ辞めるしかねえな。どうしようと思った時に、あ、この時期に仕事が変わるのは大どんでん返しでこれからいいことしかないって言ってたよねって思ってくれればいいです。あと、来年の3月とか12月とか、12月は上半期とかにパートナーが浮気してるのを発覚して、じゃあもう別れましょうってなった時に、その腐れ縁で、にあるよりも、あ、この時期パートナーと変えた方がいいっていう風に言ってたなっていう風にしてる。だから無理にパートナーを変える必要も、無理に仕事を辞める必要もないです。そういう流れが来た人はラッキーですっていうこと。だから、急に仕事をクビになったりさ、派遣先もう来ないでいいですとかさ、パートナーが浮気してましたと思ったら、それすっごいショックじゃないですか。すっごいショックだよね。すっごいショックだよね。立ち直れないくらいショックかもしれないけど、それは大どんでん返し、これからの幸福に向かう、人生のステージが変わる前のステップだと。人生のステージが変わる前のステップだと思ってください。で、ここ、いて座なので、いて座のルーラーさんはどこにいるかっていうと、木星さんなんですね。で、木星さんがほぼほぼ MC にコンジャクションしてるんですよ。MC は何かっていうと、今世すべきテーマなんです。今世すべきテーマなんですよ。ねえ、そう思っていただくと、
そう思っていただくとすごくないですか？あと半年の中に12月4日から来年の6月くらいの次の日食までの間に仕事が変わる、もしくはパートナーが変わるということは、今世のテーマをすることで木星がついてるので、天のサンタクロース、お仕事中にじゃない方のサンタクロース、ちゃんと仕事をする方のサンタクロース、木星が逆行してるとお仕事中に人狼を飲んで酔っ払っちゃうサンタクロースなんですけども、これ木星巡行の木星なのですごくいい木星なんですね。うん。で、これを青い三角定規も結んじゃうと、青い三角定規がここにありますよ。もうちょっと太い線がいいな。このくらい。ここに青い三角定規があるでしょう。ね。そうすると六質の火星、六質の火星と八質の金星と十質の海王星なので、この青い三角定規のエネルギーを使うとすると、まあ仕事頑張ってね。だからなんて言うんでしょう、仕事変わるかもしんないよ。あ、じゃあ仕事も今の仕事一生懸命やらなくていいんだ、じゃないんですよ。奥さん聞いてください。奥さん、仕事変わるかもしんないけど、それまでは今の仕事でもう火星が入ってるので、もうすんげえいっぱいやっちゃって、今のやってる仕事に本当に打ち込んで、そうすると金星っていうのはアバンダンスですよ。アバンダンス、小金とか臨時収入が小ばで、ヤギ座っていうのは社会的地位がアップするっていう勝利だから、今の仕事をたくさんすることによって仕事が変わるんじゃないかな。今の仕事を今まで以上にもうワーカホリックになっちゃうくらいやることによって、地位が上がる、地位が上がる、うん、ヤギ座が地位で金星で風で、そうすることによって本来自分が魚座の海王星っていうのはもう本当にきっちりしないというか、イマジネーションの世界、アイディアの世界ですよね。で、その仕事にすごくアイディアとかイマジネーションとか無意識からのメッセージを織り交ぜながらやることによって、会社での地位が上がる、部署が変わる、だから出世してお金が入ってくるという感じですよね。うん。で、それが半年くらいの間ありますので、無理に会社辞めたり無理にパートナーを変えないでください。うん。そう思っていただければ、で今の仕事を頑張っていただければ、頑張ってる人にはご褒美がやってくる、半年以内にご褒美がやってくるということですね。はい。では十二星座別行ってみましょうか。十二星座別は蟹座さんが2室にいますね。蟹座さんの12月4日から12月19日までは稼ぐことがテーマですね。で、月は6室にいるので、仕事を頑張ってください。仕事を頑張ってください。で、獅子座さんは12月の初めから12月の19日までは3室にいますので、コミュニケーション、近所の人とのコミュニケーション、ネットを通してではなくて実際に会う人とのコミュニケーションをしてください。で、太陽がここに6室のところで、コンジャクションして皆既日食とも絡んでいますので、うん。なんか身近な友達がいきなし、ガラリと変わる可能性もありますね。今まですごい、すんごいマブダチンコってしてて、近所づくり合いしてた人と、なんか急に疎遠になっちゃったりっていうこともあるかもしれないですけども、それは、人生のステージが上がるためのステップアップだと思って、あまり気にしなくても、ダーダーブダーという形です。
はい。で、双子座さん。双子座さんは、第1室にいますので、第2室から第1室、自分が何者でどこに向かうのかっていうのを、12月4日から12月19日までの間、よく頑張って考えてみてください。で、ルーラーの月、あ、ルーラーの彗星が、もう本当 DC に近いところにいて6室にあるので、やっぱりあの双子座さんも仕事頑張ってください。仕事頑張ってください。で、乙女座さんは4室にいるので家庭ですね。家庭でルーラーの月が、彗星がこの6室にいるので、在宅ワークとかで仕事を頑張ってください。はい。で、大牛座さん。大牛座さんは12室。にいますね。で、天王星が来ます。大牛座さんは来たるべき変革、来たるべき変革に向けて、今、なんだろう、高くジャンプするために、こう、ギュッとしゃがんだ状態なので、2021年、結構大牛座さん、不遇の時代だったと思うんですけども、年明けくらいから、来年2月くらいかな、来年2月くらいから大牛座さん、VVV 行きますので、ほんと VVV 行きますので、2021年はその VVV 行くためのしゃがんでる時期だと思ってください。うん。で、天王星があるし、このドラゴンヘッドも来年には大牛座さんに入ってきますので、はい、大丈夫です。で、金星も、あるので、ちょっと臨時収入とか、お年玉もらったりとか、もらわないか。大牛座さんはなんか臨時収入とかあるかもね、遺産相続とかあるかもね。はい。で、天秤座さんは、趣味とか恋愛とかのところにいるので、この天秤座さんは趣味に頑張ってください。でもなんか星があんまり何も入ってないのでね、あんまり忙しくないかもしれない。ルーラーさんは金星にいるので、やっぱり天秤座さんも遺産がいきなし入ってくるかもしれませんね。うん。押し座さんと天秤座さんが遺産入ってくるって不吉だよね。私、大牛座で兄が天秤座なんですけど。まあそんなことはないと思いますが。はい。次、サソリ座さん。サソリ座さんは自分の守護星である火星がここにちゃんとピコンピコンピコンといますね。そしてさっきの三角形のところにいるので、サソリ座さんはもう12月、もう師走も押し迫ってるのに仕事忙しくてたまんないっていう状態になってくると思うので、仕事頑張ってください。で、おしずじ座さんは純室にいるので、インターネットを通して、インターネットを通しての仕事を頑張ってください。だから、ズームで講座講師やったり、ズームとかで仕事するのが今は吉です。はい。うん。で、カイロンさんがいるので、ちょっと過去のトラウマとかを思い出すような時期だと思いますね。おひつじ座さんの、誕生日が前の方の人はもう、キロンリターンっていうのが来てるってことで、キロンリターンっていうのは、一本私動画上げましたけども、48歳とか、そのくらいの時に必ず皆さん、キロンリターンっていうのが来て、その時、今までコンプレックスだったものが自分の武器になるんですよ。キロンリターンが来ると。だいたい48歳くらいかな。だから、おしずじ座さんはキロンリターンが来てるので、今までずっとそれが人生のネックだったり、コンプレックスだったものが自分の武器になっていく時期ですね。だから自分のコンプレックスだったものを愛する期間ですね。はい。次に、一定座さん。一定座さんはさっきから言ってるように、もう、皆既日食が起きるので、なんかもう大どんでん返しのチャンスですね。しかも、木星が MC にいるので、もう、他の人は、もう、来年の下半期、大どんでん返しのチャンスですよ、とかって言ってますけど、一定座さんは、多分いきなり、12月中に仕事が変わったり、パートナーが変わったりして、本来すべきことをできるようになるっていう、使命を全うできる、今世生まれてきた使命が全うできるっていうのが一定座さんだと思います。はい。
で、魚座さんは、今、受出にいるので、受出っていうのも今世のテーマ、今世の使命なんですよ。なので、魚座さんの人も、本来やるべき自分の今世生まれてきたテーマっていうのを、で、魚座さんのルーラーの海王星さんもいますしね。もう、自分のしたいことを仕事にして、大丈夫で、それで生きていけてる。音楽、スピリチュアル。音楽、スピリチュアルですよね。あと、バーのママとか、飲み屋のママとか、銀座のホステスとか、水商売系か、スピリチュアルか、っていう感じですよね。あと、この、セウリツカフェのオーナーとかは何座か聞いてなかったけど、もしセウリツカフェのオーナーが魚座だったら、まあ、そういう時代ですよね。はい。で、ヤギ座さん。ヤギ座さんは、破室に来てるけど、金星が来てるので、この三角形のところの一つなので、ヤギ座さんは、臨時収入望める時期だと思います。遺産相続的な臨時収入が一番望めるのがヤギ座さんです。で、水亀座さん。水亀座さんは、自分のルーラーである土星さんがいる。ですよね。で、救出にいるんです。なので、本来、水亀座さんは、スピリチュアル、海外旅行、宗教において、結構ブイブイ言ってるはずなんですけど、今、海外旅行行けないから、行けないよね、っていう感じ。なので、ね、ネットを通してとか海外の人とつながったりとか、海外で発信してる YouTuber さんのライブを見たりとかすることで開運していくんじゃないでしょうかね。っていう感じです。あと、木星さんがちょうど自分のところにいて、もうすぐ魚座さんに移ってしまうんですけども、木星さんがいて、しかも MC に近いので、水亀座さんは本来自分のすべきことができている時期なんではないでしょうか。以上でーす。共有の停止。ということで、真っ赤に、あ、違う。恋は、私の恋は、という感じで、ピンキーピンキーピンキーちょうだい。ピンキーとキラーズって知らない人の方が多いよね。ね。はい、そんな感じです。Thank you.